こんにちはテンバーアカデミー堀秀です今すぐオーストラリアアマゾン輸出を始めるべき3つの理由ということでね、オーストラリアアマゾン輸出を始めましょうと。なぜ今始めるか、今すぐ始めなきゃいけないのか、まあ、それについてのお話です。ま,あ、まずね、まあ、別にあの、今のままで日本で普通に暮らして貯金して安泰だよと、ね。年金もある人、いう方はね、 まあちょっと考えを、えー、改めた方がいいと。まあ、今まではね、えー、年金、まあ、それは国が約束してるんだから払えますと、大丈夫ですというトーンだったのが、まあ、とうとうね、えーまあ、誰が考えても、ね、算数の知識があれば、年金無理というのは分かってたわけなんですけど、まあ、大丈夫と言ったたもんがね、まあ、手のひら返したように、制度見直し、まあ、高齢者の中労長期間、ね、平たく言うと死ぬまで働けと。 まあ自,動自助努力促進。ね、年金当てりしないで自分で何とかしなさいと、ねえー。そういうことですね。死ぬまで働け。自分で何とかしろ。年金当てにするなと。年金制度見直した年金当てにするなと読みます。まあ、そういう制度に、ねえー、変わります。これ再来年見直し。まあ、見直しますよね。えー、今のままだと無理というのがはっきりしているわけです。まあ、年金、ね。 年金で暮らせるなんて誰が言ったと、ね。おそらくあと10年以上生きる人が、まあ、やっぱ貯金まんまでいなかったし、年金と思った時にね、まあ、こんな話になると思います。まあ、もとい、まあ、不安な要素ばかりの日本なんですけど、まあ、しかし、輸入ビジネスの仕入れ先と考えると、パラダイスとね。ね、えー、儲かる商品がいくらでもあります。 オーストラリアで販売するなら日本の価格の5倍以上の値段で売れる商品がいくらでもあります。こちらをクリックしてオーストラリアアマゾン輸出ニマニュアル特別モニター募集ページを見てください。こちらにね、その商品例なんかと、まあ、商品は分かったでやりたいなとなった時のね、サポート内容のお知らせを、えー、アップしてあります。ちなみに今、ね、記事を見てる方はこうリンクすると募集ページに行きますけど、 YouTube で動画で見てる方、ここで、ね、リンクしても何も起こりませんので、動画のラスト20秒に出てくる、えー、終了動画っていうんですけど、そこでね、申し込みページにアクセスというのがね、えー、左下に出てきます。そこをクリックして、まあ、Amazon 輸出マニュアル特別モニター募集ページを見てください。そしてね、オーストラリアマゾン、今進めてます。どんどんね。えー 着々と拡大してますオーストラリアの最大消費地シドニーの FBA 倉庫9月に稼働しましたアマゾンの倉庫ですねここから商品を送ります、まあ、何しろ一番大きな消費地シドニーになかったわけですから、まあ、今までは正直、まあ、本腰を入れてないわけじゃないですけどまだテスト段階だったと、まあ、いよいよ最大消費地のシドニーに倉庫を作ったと稼働したとで何しろ オーストラリア、人口は少ないんですけど、購買力は旺盛です、ね。シドニーで暮らしてた私は、オーストラリア人の豊かさ、あるいは金遣いの荒さがわかります。しかし、一般的な日本人は、オーストラリアの消費力を低く見積もりすぎています。ね、どれぐらいの、ね、オーストラリア購買力あるか。なんと、1日で2000億円の売り上げと、ね。バーゲンで2000億円って、まあ、 大した金額なのは分かるんですけど、ピンとこないと思うんですけど、これね、三越伊勢丹、ね、三越と伊勢丹合わせた、全店舗合わせた2ヶ月分の売り上げです。そんだけの購買力があると。1日でですよ。それだけ売れる地域ですで。そんなね、魅力的なオーストラリアのアマゾンなんですけど、まあ、今すぐ始めた方がいいです。そして今すぐにオーストラリアアアマゾン輸出を始める理由は3つ。 まずアマゾンは実績主義、実績重視です。新参者に厳しいシステムです。始めるのは早ければ早いほどいいです。取引実績がたくさんある出品者とバッティングした場合は、新規出品者はなかなか売れません。これアマゾンで売る場合、ね、カートを取るという行為が非常に重要なんですけど、まあ、すでに、ねえー、販,売して販売したことある人と新規出品者が、えー、バッティングするとカートは取れません。まあ、そうなると、ね、売れないということになります。 また取引実績がある出品者は出品可能。まあ、しかし、新規出品者は品販売強化が必要という商品も出てきています、ね。2ヶ月前にサポートを、ね、始めた人は普通に出せてる、えー、あるジャンルの商品、ね。今始めた人が出そうと思ったら強化が必要ですと出てきました。まあ、そういうのがね、どんどん出てきます。もう、ある程度販売差が出てきたらね、えー 注意が必要な商品については新しい出品種には売らせないというのがアマゾンのシステムです。それから初めの頃は間違いも多めに見てもらいます。これね、売っちゃいけない商品を売ったり、やっちゃいけないことをやったりすると、今のアメリカアマゾンは一発退場です。出品者いくらでもいるから、別にめんどくさいやつ、あるいは役に立たないやつ、いなくていいというスタイルです。 ところが、オーストラリアはまだね、出品者全然少ないんで、そんなことやってたらね、出品者いなくなっちゃいますから、ね、間違いを起こしても、ダメですよって注意来るだけ、直せばお咎めなしというような状態です。いろんなことが試せます。そして3番目、12月26日のボクシングで、先ほどのね、1日2000億円売り上げるっていうのは、ボクシングでのことなんですけど、そこまであと2ヶ月、さらに来月は、 サイバーマンデーとかね、ブラックフライデーという、そのバーゲンセールの始まりがあるんで、アマゾンもね、えー、かなり露出を増やして、広告費使って、露出を増やしてね、えー、購入者が増えます。そうなると、今から始めると、オーストラーアマゾン、ね、商品探しをしている間にどんどん売りやすくなってきます。やっぱりね、儲かるんですよって言ってもね、出してすぐに商品が売れないと。出した商品が1ヶ月売れないと。 全然売れないとなってくるとねやっぱり本当大丈夫かなとやる気もなくなってきますしつまんないんで出した商品がすぐ売れるというね今の時期に始めるのはすごくモチベーションを保つ意味でも資金繰りの面でも商品を探しやすいといった面でもあらゆる意味でやりやすいです。